前回、JR 線内の最高速120キロ区間で、最も飛ばす区間は、どこかという検証動画を、うぷしました。今回は、それの民鉄編を、うぷしました。民鉄の最高速120キロ区間で、どこが最速かを決める動画です。前回と同じく、区間最高速度と、区間平均速度の、両方を考慮した総合偏差値で、決めたいと思います。今回は、東部、北総、京急が登場します。さあ、最速区間は、どこでしょうか？
皆様、いかがでしたか？今回は、民鉄の最高速120キロ区間で、どの区間が最速かを検証する動画を、制作させていただきました。まずは、最高速度ランキングの結果を、発表します。続いて、総合偏差値ランキングを、発表します。さあ、最速はどこの区間でしょうか？京急の生麦がトップです。なんということでしょう。総合偏差値ランキングで、京急がベスト3を独占。京急は、全体的に高速で通過していました。特に、生麦に至っては、すべて119キロ超で、通過していました。次回は、JR と民鉄の、最高速120キロの、路線で、会社ごとのトップの区間で、どこが、真の最速区間なのかを、検証する動画を、アップします。これらの区間で、どこが最速かを決めていきます。それでは、この動画を、締めさせていただきます。皆様、ご視聴、ありがとうございました。